スカパー地方競馬ナインと YouTube にて園田競馬レース展望放送中です。どうぞご覧ください。まもなく7レーススタートを迎えます。コバのオープン戦です。3歳女 A1 の一戦です。ではいよいよ始まります。8レースからヤングジョッキーズシリーズトライアルランド園田がスタートいたします。その第1戦の馬体重増減です。 C3 クラス 1400m 戦12頭、1番シンボリセザンヌプラス3キロ、2番のバンタムマイナス1キロ、3番シェナオーロラマイナス2キロ、4番アグネスハンサムプラス1キロ、5番ノーザンメジャープラス1キロ、6番ビクトリアガーデン増減なし、7番メルズーガ増減なし、8番のグランパスマイナス2キロ、9番ミロワールティグルプラス10キロ、10番マイネルクレイモア増減なし、11番アラベスクシーズマイナス7キロ、12番ブレイクスループラス2キロです。次の8レースヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田第1戦の馬体重増減でした。今日もまたお昼を過ぎてから風が少し出始めました。園田競馬場です。今風向きは西風、2コーナーから4コーナー方向に向かって吹いています。上空は青空です。スターター退場、7レースファンファーレです。7レース3歳上 A1 特別 1700m 戦6頭立てです。重賞5勝馬6番サウスウィンドが人気の中心となっています。来月行われます重賞レース園田金杯へ向けて前哨戦的意味合いも持つこの一戦です。その金杯で連覇を狙う6番のサウスウィンド、ここをしっかりと勝って本番に臨みたいところです。6頭のゲートインが終わります。枠入り完了です。スタートしました。第7競争オープンの一戦、揃った飛び出しを見せました。まず先行争い3番のチェリーサマーが押して今日も逃げていきます。鞍上大山です。そしてピタッと2番手につけました6番のサウスウィンド、重賞5勝馬今日は大垣とのコンビ、1周目の4コーナーです。2馬身後ろに5番のアリオンダンス、3番手内は4番キングルアウです。そしてその後2馬身後方から内2番の名将陽光、そして1番のサハラファイターは今日も後ろから、前走 A2 戦を見事な素足で勝って今日昇級の馬後ろにいます。先頭3番チェリーサマーが逃げています。久々の競馬ゴール番前を通過します。2番手が6番サウスウィンドで、3番手内から4番キングルアウ長島、並んで5番アリオンダンス下原固まっています。内から2番名将陽光吉村で、そして並んで1番サハラファイター川原最高峰です。馬群固まっています。5馬身圏内、2コーナーカーブからこれから向こう上面、残り800を切りました。3番のチェリーサマーが逃げています。6番のサウスウィンドはじっくり2番手から、1馬身差4番キングルアウ、それから5番のアリオンダンス、馬順変わりません。2番名将陽光、そして1番サハラファイター、馬群前長5馬身びっしりと固まってこれから3コーナーのカーブです。まだ大きな動きはありませんが、後方から1番サハラファイターが動こうとしています。先頭3番チェリーサマー、並んでいく6番サウスウィンド、そして5番アリオンダンス、内は4番キングルアウです。ムチが入っている1番サハラファイターですが、なかなか差が詰まらない。2番の名将陽光最後方でこれから4コーナー、先頭変わった。6番サウスウィンドでこれから直線です。サウスウィンドが先頭、食い下がる3番のチェリーサマー、そしてその後ろ外を通って5番のアリオンダンスが追ってくる。内から4番のキングルアウも来る。大外から2番名将陽光サハラファイター、先頭は2番の名将陽光か、並んでアリオンダンス5輪、4番のキングルアウは3着、なんと6番サウスウィンド5着に敗れました。勝ったのは2番の名将陽光、外から鮮やか差し切り勝ち。過去にオープン2勝の実績を持っていた馬復活を見せました、2番の名将陽光です。 A2 に下がって、そして今日オープン復帰2戦目、2番の名将陽光、これが外から抜け出しました。そして5番のアリオンダンス食い下がっていました。これが2着入線、3着4番キングルアウ、1番のサハラファイターが4着で、なんと6番サウスウィンドは伸びずに5着入線。
2番の名勝陽光勝ちました。鞍上吉村智弘騎手、今日の3勝目です。固め勝ち。住吉厩舎の管理は通算11勝目。最後クリサ、2番の名勝陽光が5番アリオンダンスを差し切っています。3着は4番キングルアウ、1番サハラファイター4着、そして重賞5勝、人気を集めていました6番のサウスウィンド、2番手追走から直線伸びをかきました。5着入線です。3番チェリーサマー、最後尾での入線となっています。3着までは2番5番4番の順で決着です。レースの確定まではもうしばらくお待ちください。